吉野家食ってきましたけどね、朝牛でねバシッと食ってきましたけど、もう今時代ですね、毎日あのセミセルフ、セルフセって言ったらいいのかな、あの前にあのどこだったっけ、最近あの都心部とかでは増えてるタイプですよね、あの先にオーダーして前金で払って、そしたらあの横の ところからね、出てきて、提供口から出てきて、そこで受け取ってっていうあのパターンのところですね。なんだ提供早すぎてもうそのままレジから出てきましたけどね、早っそう、駅前もちょっとブラッとしようかな、時間がないってありますからね、丸1時間、うん、ちなみに内山の方行こうと思ったら、あのやっぱし普通に行こうと思うと JR をお勧めされますね、普通列車でも乗り換えなしで、30分ぐらいで行くのが3、40分ぐらいで行くっていう風になってましたね、ですので完全そっちがおすすめ、あの値段も片道あたり1000円ぐらい安いんでっていうね、全然おすすめですよっていう案内が出てきましたけどね、まあ今回はねどうしようかな、そのまま福知山行ってもしゃあ、福知山にねそれでそれっちで行ってもしゃあないですからね、まあちょっとこっちの方をちらっと見といて、駅の反対側になんかでかい商業施設とかあるのかな、まあ、こっちはこっち側でいろいろとあるのはありますよね。はあ、マイク八千代か、ああ前来た時、あの東マイズルいた時もなんかありましたよね、あれのところかな、まあ時間がただそっち方面に行く電車が7時台とかね、8時台の頭とかにあるんやったらよかったんですけど、そっちの方行く電車は列車で9時まで出ないらしいんで、だったら8時60分40分のそれに乗ってしまって、とりあえず豊岡をね、潰してしまうっていうのが手ですからね、豊岡潰すか天の橋立て宮津まで行っちゃってね、そこでね、観光でグッズ買っちゃうっていうのも手ですけどね、残ってたらですけどね、どれぐらいあるもんなんでしょうね、あれ。スカラいいの大丈夫、スカラって大丈夫なのあれアパホテル、まあまあまあ、マイズルですからね、さすがにどなたにか揃ってますよね、ブレーキ？何ブレーキ？まあ、全然まだ開いてないですけど、ケーキ風ブレーク。ブレーキ。そうなるんですね。あ、ここは喫茶店だったらしいですけど、今は空きテナントになっちゃってますね。うわー、アポロステーション167円、やべえ、マイズルでもやっぱ高いな、一旦20円変わってくるのか、や、あの高い高いって言ってましたけど、やっぱ四日市は安い方だったかな、京都行って、あ、パスで動くっていう手もあるのか、ちょっとバス乗るって言ってもありかな。ここは、あ、ここなんだ。西舞鶴高等学校ね。もう夏休み
でしょうけど、結構太陽が出る感じですね。まあ部活とかでやっぱ降ること多いのか。あれワイルドクラスやったら163円みたいになるんやね。ここでステーションで、王将もあるんだ。ここは器具用品、儀式か、儀式用品ね。儀服用品ってだね。で、そっちに行くと、餃子の王将があるよね。で、京都交通の。何分に来るの？全然来ねえ上に土曜日運休だから今日は来ないんだ。あれか、高校用なんかな、通学用なんでしょうね、完全に。王将が、変わった王将ですけど、まあ、京都はですからね、昔ながらの王将も多いですよね。すごいな、めっちゃここに照らされとるけど、まあ、当然まだまだ開いてねえよと。クリーニング屋さんも開いてるんで早いですよね、そういえば。クリーニング屋さんって急にぐんぐん気温上昇してきましたね。おお、一気に汗ばんできた。ああ、でこっちはこういう感じになってんだ。なるほどな。こうな、あ、向こうから行ったらいいか。